どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友クレジットカードのこちらのキャンペーンですね、皆さんね、参戦されましたでしょうかね。で、こちらのキャンペーンのですね、V ポイントギフトっていうのはですね、この動画撮ってるのが9月の14日なんですけども、9月の13日ぐらいからですね、この V ポイントギフトはですね、三井住友カードからね、メールで、届いているっていう風になりますんで、今回の動画でですね、こちらの、実際の登録とですね、利用方法ですね、簡単にね解説やっていきたいなというふうに思います。ということで、こちらのね、三井住友ビザタッチのキャンペーンですね、Twitter とかではですね、かなり盛り上がってたんですよね。というのも、こちらはね、実質無料でね、利用することができるっていう風になっておりまして、まあ私に関してはですね、クレジットカードかなり多く持ってますよね。まあその中でも三井住友カードが発行しているクレジットカードっていうのは、私ね、一番持っているんですよね。ですんで、全部でね、私何枚だったかな、9枚ぐらい持ってるんですよね。まあそのうちね、7枚ぐらいこのキャンペーンね、利用させていただいたっていった形になるんですよね。で、このキャンペーンはね、ビザタッチでドトールコーヒーでですね、タッチ決済で1001円以上利用していただくと 1000V ポイントギフトがもらえて、2001円以上利用していただくと 2000円の V ポイントギフトがもらえるっていった形になるんですよね。ですんで本当にね、実質無料っていった形になりまして、で、このね、もらえるギフトなんですけども、V ポイントギフトなんですよね。このね、三井住友カードのね、この V ポイントっていうのはね、本当に分かりづらいんですけども、V ポイントにはですね、V ポイントっていうポイント制度とですね、同じ名前の V ポイントっていうね、スマートフォンアプリがあるんですよね。なんでこれね、同じ名前にしたのかね、ちょっとね、わかんないんですけども、本当にわかりづらいですよね。ドトールコーヒーのね、このビザタッチ決済キャンペーンでもらえるのは、V ポイントギフトなんですよね。ですんで、V ポイントではないんですよね。V ポイントアプリの残高がね、もらえるキャンペーンっていう風になっておりますんで、このもらったギフトに関しては、V ポイントではありませんので、マイルに交換したりですね、そういったことは、できないんですけれども、この V ポイントのね、アプリに登録していただいてですね、V ポイントアプリの残高で、利用していただくっていった形になるんですよね。この V ポイントのね、残高っていうのはですね、Apple Pay で利用することもね、ID、ビザタッチでも利用することができますし、iPhone の方であればですね、Apple Pay がね、登録することも、この V ポイントアプリはね、することもできますんで、モバイル Suica にね、チャージしていただいたりですね、モバイル PASMO とかにもチャージすることができるんですよね。で、一時はですね、6g とかにもね、チャージできたみたいなんですけども、今はね、チャージできたりできなかったりですね、こちらロックがかかってしまったりみたいなね、そんな感じの方もね、いらっしゃるそうなので、こちらちょっと Twitter で見た情報なので、どこまで信憑性があるかちょっとわかんないんですけども、こちらね、ロックがかかったりすると面倒なので、6g のチャージはね、個人的にはね、しない方がいいかなというふうに思うわけなんですけども、こういった感じでね、利用することができるっていった形になるんですよね。で、こちらのね、利用方法もね、ちょっと分かりづらい部分がありますので、今回の動画でですね、こちらをね、実際に登録して、そこからね、モバイル Suica までね、チャージね、やっていきたいなと思います。ちなみにですね、今回私は Suica にね、チャージさせていただきますけども、先ほど言った通りね、Apple Pay に登録して、ID とか Visa Touch で決済で、どっかね、それの対応しているお店ね、利用していただいても OK ですし、こちらはね、クレジットカードのね、番号があるっていった形になりますんで、オンラインショッピングとかでね、クレジットカードの番号を入れてですね、利用することもできますので、Amazon ギフト券とかね、そういったものをね、購入していただいてもですね、OK っていった形になります。それではね、ここにちょっとね、画面出しておきますね。こちら V ポイントアプリのトップページっていった形になります。でですね、今回メールでね、三井住友カードからV ポイントのね、ギフトコードがね、返ってくるっていった形になるんですけども、こちらね、キャンペーン参戦された方がね、もう来たり来てなかったりしておりまして、これね、どうやらですね、手作業で送ってるっぽいんですよね。私も全部で7枚ぐらい利用したんですけども、まだね、3枚ぐらいしか来ておりません。ですんで、あと4枚。4通ぐらいね、メール来るはずなんですけど、まだ来ておりませんので、この動画ね、見た方で、まだ来てないっていう方もね、そんなに焦らずね、ちょっと待っていただくようにね、してくださいね。多分、これ、手作業でやってるんじゃないかなっていう感じで、私もですね、一番最初に利用したのが、ナンバーレスのゴールドカードで、このキャンペーンね、利用させていただいたんですけども、一番最初に来たのは最後の方に利用したエブリプラスっていうクレジットカードのタッチ決済で利用した分が来たっていった形になりますんで、最初に利用したからすぐ一番最初にメールが来るっていうわけでもなさそうですので、まだ来てない方もね、焦らずね、もうちょっと待っていただければなと思います。でですね、まずこの V ポイントのトップページね、開いていただいて、ギフトっていうのがね、ありますよね。こちらを押していただきます。そうするとですね、ギフトを利用っていうのがね、真ん中の下ら辺にあると思うんですけども、一番右下の方にですね、入力するっていうのがあると思うんですよね。そちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、こちらに20桁のコードをですね、入れる画面っていう風になりますんで、こちらね、入れていただくとギフトが受け取れるっていった形になります。でですね、メールの画面をね、見ていきましょう。はい、こちらですね。三井住友カードからね、メールが来ておりますね。でですね、三井住友カードビザ会員様ということで、ここにね、カード番号か、これね、名前で来てる人もいらっしゃるみたいなんで、これ何なんだろうな。ちょっとわかんないんですけど、私はね、カードの名前でね、来てますんで、エブリプラスだったらエブリプラス会員様みたいな感じで来ております。これはね、三井住友カードビザなんで、一般カードの方ですかね。で、ギフトコードがね、ここに表示されてると思います。で、こちらのギフトコードをですね、コピーしていただきますよね。で、コピーしていただいて、先ほどのね、20桁のコードのところにこちらね、ペーストしていただいて、受け取るをね、押していただきます。そうするとですね、チャージ中っていった形になりますんで、しばらくお待ちくださいっていう風に出ます。はい、チャージが完了しましたということで、こちら1000円分ですね、チャージされました。これ確かね、私1000円しかこれね、間違えて使ってなかったやつですよね。はい、合ってますね。1000円ってなってますね。はい。ということで、1000円のね、チャージが完了しました。こういった感じでですね、メールが来ますんで、そのギフトコードをこちらからね、入れていただいて、チャージね、していただければなと思います。それでは次にね、使い方に関してなんですけども、Visa ID、Apple Pay で支払うっていう時ですね、お店でね、支払う時はですね、この真ん中の下の方にね、Visa ID、Apple Pay を支払うっていうね、クリックしていただくと利用することができます。で、これね、Apple Pay を登録してない方はですね、登録画面に行きますんで、そこはね、iPhone 使ってる方であれば、かなりね、やったことあると思いますんで、そのやり方はね、ちょっと割愛させていただきますけども、ここを押していただければですね、Visa ID でね、利用することができますんで、これでね、残高を消費してね、お買い物ができます。で、インターネットショッピングですね、利用する場合ですね、 Amazon ギフト券ね、購入されたい方とかもね、いらっしゃると思うんですけども、右上のね、ハンバーガーメニューを押していただくと、カード情報っていう項目があると思いますので、こちらを押していただきます。そうするとね、Face ID が立ち上がって、カード番号がね、表示されて、セキュリティコードとかね、そういったものが全てね、出ているっていった形になりますんで、この番号をですね、カード番号として登録していただくとですね、お買い物ができるっていった形になります。それでは次にですね、Apple Pay を使って Suica にね、チャージしていきたいなと思います。こちらはですね、メルカリの残高とかですね、Suica にチャージしたことある方はですね、やり方一緒なんですけども、こちらね、Suica アプリ、モバイル Suica のアプリを開いていただいて、入金チャージをね、押していただきます。で、こちらでね、金額を選ぶと思うんですけども、今回私は500円だけ入れましょうかね。下の方にね、Apple Pay でチャージっていうのがありますよね。こちら Apple Pay でチャージを押します。そうするとですね、選択できるね、項目がたくさん出てくると思うんですけども、ここにね、V ポイント残高っていうのがあると思うんですよね。で、こちらをクリックして、いただきます。そうするとですね、こんな感じで V ポイントの残高で、Suica チャージがね、できるっていった形になりますんで、あとね、ここをダブルクリックしていただくと、はい、完了っていった形になりまして、残高がね、今2600円ですけども、3100円にね、ならないですね。ちょっとね、これ時間がかかります。ということで、チャージ残高がね、3100円でいただちになりまして、V ポイントですね、500円分ね、チャージすることができました。それでは次にですね、今回ね、V ポイントギフトをですね、1000円だったり2000円だったりね、キャンペーン参加された方はね、もらえると思うんですけども、そちらの残高を使ってですね、こちらのキャンペーンですね、ファミリーマートで使うビザタッチ決済で1000円が当たるキャンペーンということで、こちらね、ファミリーマートでタッチ決済で500円以上の利用ですね、2回以上していただくと、抽選で12万名の方に1000円のね、キャッシュバックっていうね、キャンペーンが来てるんですよね。で、こちら12万名ということで、かなりね、当選数がね、多いキャンペーンっていう風になっておりますんで、もしね、ファミリーマートよく利用される方はですね、こちらもね、結構いいのではないのかなっていう風に思いますので、ぜひね、ファミリーマートね、よく利用される方はですね、こちらもね、利用してみていただければなと思います。ということで、今回ですね、三井住友カードのドトールコーヒーのキャンペーンの V ポイントギフトはですね、そろそろ到着ということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、本当にこのキャンペーンね、本当にすごかったですね。本当に良かったです。キャンペーンで始まった当初はですね、キャンペーン対象外の店舗が記載されてなかったりとかね、まあそういったトラブルもね、当初あったんですけども、まあそれもね、三井住友カードということで、対応もね、早かったんですよね。やっぱりね、このキャンペーンのすごかったのは、本当に1000円以上使えば1000円返ってくる。2000円使えば2000円返ってくるということで、本当に実質 100% 無料キャンペーンということで、しかも V ポイントギフトということで、まあ V ポイントだったらね、いろんな利用先ね、さらにあるわけなんですけども、まあ V ポイントギフトでもね、やっぱり Suica のチャージとかできたりですね、まあそのままね、カード番号を入れて Amazon ギフト券購入できたりね、で、Visa タッチで ID でね、そのまま支払いできるということで、まあ再利用方法はね、かなり利用しやすいキャンペーンだったので、本当に良かったですね。またね、ここ1年ぐらいですかね、このビザタッチのキャンペーンね、めちゃめちゃ多いので、今後もね、このビザタッチのキャンペーンね、かなり期待したいですね。このね、エブリングもね、このビザタッチやってますんでね、今後もね、私参戦していきたいなというふうに思っております。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで今回ね、おまけ動画作らせていただきました。結構前にね、紹介させていただいたこちらね、みんなの銀行キャンペーン覚えてますかね？こちら5月ぐらいに始まったキャンペーンで、未だにね、このお友達紹介キャンペーンっていうのが、まだね、健在してやっているんですよね。まあこちらはですね、もともと紹介コードをね、入れて口座開設していただくと、1000円がね、もらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。で、この1000円もらえるキャンペーンなんですけども、これがですね、9月の29日までですね、紹介者側がですね、1500円もらえるキャンペーンっていう風になっておりまして、パワーアップしてるんですよね。ですので、紹介コードをね、入れて入会していただきますよね。そうしていただくと1000円もらえます。で、ご夫婦とかパートナーがいる方は、そこからまた紹介して入っていただくとですね、紹介した側が1500円もらえます。で、紹介された側が1000円もらえるっていう風になりますんで、合計でですね、3500円分ね、まあお二人でやるともらえるっていった形になっておりますんで、このね、みんなの銀行キャンペーンっていうのは、まあ、この前ね、動画解説出しましたけども、20% 還元キャンペーンとかもね、やっておりますし、またね、プレミアム会員っていうのもですね、1年間ね、無料で利用することができますんで、このもらったお金もですね、完全0円で、セブンイレブンの ATM でね、下ろすこともできますので、ちょっとこの下ろし方とかですね、そういう方法は前の動画ね、実際のおろし方とかですね、動画解説出しておりますので、そちら参考にしていただければなと思うんですけども、まあ、普通にね、Apple Pay とかでもですね、これ、デビットカードをね、機能持ってますんで、そのまま利用することもできますんで、かなりね、おすすめのキャンペーンっていう風になっておりますんで、ぜひね、こちらも利用ね、してみていただければなと思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいという風に思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。